こんにちは。シュタインバッハ大学の石川です。また、ロシア軍の中堅幹部が暗殺されました。今度は、ロシアが一時的に占領しているウクライナ東部のルハンシクの中心部で、2024年10月18日、ロシア製の四輪駆動車が爆発し、ロシア軍の参謀長、ドミトリー・ウラジミロビッチ・ペルブハ少佐が死亡しました。凶悪のことについてお話し,します。 ロシア軍の参謀長ドミトリー・ペルブハ少佐が暗殺されたのはロシア軍によって一時的に占領されているウクライナ東部の町ルハンシクの中心部です。こちらの映像はロシア連邦調査委員会によって鑑識と捜査が行われている様子です。このオリーブドラブ色の車をペルブハ少佐は運転していました。 爆破された車はロシア製のワズパトリオットですウリアノフスク自動車工場が生産している四輪駆動車ですウクライナのメディアグラブレードによれば死亡したペルブハ少佐はロシア連邦第273情報センターの53847軍事部隊において参謀本部で参謀長をしており 主に軍務の保安についての仕事をしていたということです。こちらはウクライナ国防省情報総局のテレグラム公式チャンネルです。次のように書かれています。ルハンシクでロシア軍の悪役ドミトリー・ペルブハ少佐が事切れた2024年10月18日11時40分頃、一時的に占領されたルハンシクの中心部で、 ワズパトリオットが爆発した。車の中にはロシア占領軍の将校、ドミトリー・ウラジミロビッチ・ペルブハ少佐がいた。軍事的な残虐行為と略奪の結果、負の遺産が回ってきた。ウクライナ国防省情報総局のテレグラム公式チャンネルにはこのように書かれています。なお、本チャンネルで以前お伝えしましたが、 去年2023年7月には、ロシア海軍潜水艦の元艦長で、クラスノダール地方政府の動員部門の副部長だったスタニスラフ・ルジツキー氏が、ロシア南部のクラスノダールで暗殺されています。また、元ウクライナ社会党党首で、2022年のロシア軍のウクライナ侵攻以降、 ロシア国内でロシアのプロパガンダに従事し西側から制裁を受けていたイリヤ・キバ氏は去年2023年12月にモスクワ地方で宿泊していたホテル前の林の中で射殺されましたさらには今年2024年7月にはモスクワでロシア軍軍事衛星通信部隊無線センター副司令官の アンドレ・トルガシェフ氏の車が爆発してトルガシェフ氏が瀕死の重傷を負う暗殺未遂がありましたそして先日お伝えしましたように2024年10月16日ロシア軍部隊副司令官のニキータ・クレンコフ大佐が自動車運転中に複数の銃弾を受けて暗殺されていまます今日はここまでにします 最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンもお願いいたします。それではまた。